それにしてもこの間の初公開は大成功でしたね。踊り出したくなるくらいに。そう?踊っちゃう?いや、踊らなくていいから。現地を見たことでフロッケはオアゼス州への行商の販路をいろいろ煮詰められました。フロッケさん抜かりないですね。よし、行商をきっちり成功させような。もちろんです。オアゼス州のお料理も覚えて皆さんに食べていただきたいですし。そりゃあ楽しみだ。あそこらへん羊の肉料理とか美味しいみたいよ、相棒。素敵ね。私も目いっぱい協力しちゃうわ。鳥獣と戦った褒美として私たちは国から一隻の船をもらった。船長はランツェだ。船乗りとして鈍った勘を取り戻すため、ランツェと私たちトトリはオアゼス州へ初航海。そこでフロッケはずっと探していた両親らしい男女と出会った。でも彼らは人違いだと言った。怪しいと思った私とランツェ、ハイリーはこっそり彼らの動きを探ってみた。そうしたらその二人はずっと放っておいたフロッケを利用して儲けようと企んでた。実の親だった。当然私たちはそんな奴らを放っておくわけにはいかなかった。ランツェはこの最低な両親に向かって二度とフロッケに近づくなと言った。そしてこのことはフロッケが大人になるまで内緒にしようと話し合った。私たちが家族としてフロッケのそばにいようと。私さ、船のこととか操縦の仕方をお勉強しようと思うんだよね。今後の旅には必須じゃない？そうですね。フロッケも行商人としてカイロに慣れておきたいところです。それじゃあ今度は近場の安全な航路を流して船のお勉強と行くか。やったー、近場の美味しいものがいっぱい食べられるわね。ああ、バレリアさんも一緒に船のお勉強ですね。私はいいわよ。船を壊しちゃいそうだもん。ご飯を食べる係として挑戦するわ。味の感想を素早く的確に繰り出すわよ。これは美味しさの錬金大成功よ、とかね。働きもしない極潰しはいらねえ。ええー、魔物とかが出た時役に立つわよ。こうちぎっては投げ、ちぎっては投げ。とっても頼もしいですよ。でしょ。いざって時に備えてゴロゴロはさせてもらうけども。それが極潰しって言ってるんだ。なぬ。まあまあ、相棒はやるときはやるんだから許してやんなよ。そうでしょ、ハイディからも言ってやってよ。ただもうちょい普段から真面目にやってくれると私も助かるけどね。ハイディまで。相変わらず仲良し家族ですね。ここら辺山の幸が多くて最高ね。お、キノコ見っけ。シャキシャキみずみずしくて甘い。あ、キイチゴ。やっと。そうだ、これレスナへのお土産にしよっと。レスナきっと喜んでくれるわね。よかった、こんなところで人に会えるなんて。ん？いきなり話しかけてごめんなさい。実は下山しようとしたら道に迷ってしまって困っていたの。
それは大変そうね。ええ、恥ずかしいのだけどこの辺りには詳しくなくて、案内してもらえないかしら。どこまで？私もここに来て日が浅いからそんなに詳しくないのよね。そうだ、ちょっと待ってて、地元の人を呼んできてあげるわ。待って、行かないで。え？山を抜けるまででいいの、お願い。でも私は本当に詳しくないのよ。キノコの生えてる場所とかは別だけど。ここで取り残されて魔物が出たら心細いもの。あなたは強そうだし、ね。そっか。まあいいわよ。ありがとう。私はルドミラ。バレリアよ。ルドミラ、噂をすればよ。私の後ろに。待ってて、ささっと倒しちゃうから。はあ、よし、倒したわ。ルドミラは大丈夫？バレリア、あなたの動きとても綺麗ね。あ、そうかしら。滑らかで力強くて本当に美しかったわ。もっと見ていたいくらい。ありがとう。じゃあ行きましょう。ルドミラのお弁当どれも美味しいわ。いくらでも食べられちゃう。遠慮せずに食べてね。ここまで案内してくれたお礼よ。最高ね。この味に遠慮なんてできないわ。体が熱くなる。ごちそうさま。ねえ、本当にここでいいの？ええ、ありがとう、助かったわ。ねえバレリア、また時々こうして二人でデートしましょう。え、それナンパってやつ？そうね、どう？またお弁当を食べさせてくれるならいいわよ。それじゃあ決まりね。すっかり仲良くなったのね。あのバレリアってやつ、クリセルダの貴重な時間ずっと独り占めしてた。まあ別に気にしてないけど。一人にしてしまったわね。その分、また二人で一緒に遊びましょう。気にしてないってば。みんなとお話ししてたし。まあ、遊ぶけど。それに、あなたが用意してくれた魔物も、適当なところで切り上げて逃げるつもりだったけど、まさか全滅させられてしまうとはね。別にいいわ。代わりはいくらでもいる。バレリアの力は大変興味深いわ。大当たりかもしれない。あいつにまた会いに行くの？ええ、もう少し調べてみる必要がありそうだから、またお弁当を用意しておかないと。私は次に何をすればいい？アンチはワルターの調査に同行してあげて。いいわ。私の渇望はあなたの力になることだから。それで、調査って何の？赤のほうき星よ。
さんに頼まれたものはこれで全部買えたかな。おじさんの怪我のお薬は足りてる？必要なら私が調合するから言ってね。そんなに心配しなくても大丈夫だって。そもそも仕事の最中に怪我したお父さんが悪いんだもん。私が怪我した時なんてそれで一人前の鍛冶屋になれるのかーってカンカンになるのにね。まあお父さんの腕が治るまでは私が店を守るけどね。おじさんには子供の頃からお世話になってるし、もしもの時は私も手伝うから。うん、ありがとう、レスナちゃん。ちょっと聞いた？また喧嘩騒ぎがあったそうよ。ああ、あの組織が原因でしょ？なんて言ったかしら。確か月影の会。あっちでもこっちでも騒ぎを起こして不安になっちゃうわよね。レスナちゃん、今の聞こえた？うん、月影の会って言ってたね。あの人たちの名前をこんな表通りで聞くなんて、何か事件でもあったのかな。レスナちゃん、買い物に付き合ってくれてありがとね。ううん、私もイザナちゃんと話せて楽しかったし。おじさん、早く良くなるといいね。もう本当にそうだよ。お父さんが元気にならないと私も家から離れられないんだから。そんなこと言って、おじさんのこと心配でたまらないって顔してるよ。う、まあそうなんだけど、家族が大変な時は一緒にいてあげて。おじさんもイザナちゃんを頼りにしてるはずだよ。うん、でも私はレスナちゃんのことだって。イザナちゃん、私なら大丈夫だよ。今はおじさんとお店のことだけ考えてね。そうだね。わかった。じゃあ行くね、レスナちゃん。キリがないから本当に行くね。本当はイザナちゃんがいないのは心細い。でもいつまでも甘えるわけにはいかないから、私も、もっと頑張らなくちゃ。レスナ、ただいま戻りました。って、あれ？やあ、お邪魔しているよ、同志。ロマンさん、ユナさん、それにファエリアも。私はおやつ目的で来ただけなんだけど、ロマンはレスナに話があるみたいよ。実は、ちょっと気になることがあってね。最近オートで広がってる噂は知ってるかい？噂ですか？もしかして月影の会？ああ、月影の会は鳥獣出現の混乱に乗じてオート州の外まで勢力を拡大してきているんだ。動向を探ったところ、オート州の隣のジュゲル州やホーフナ州にまで縄張りを広げていてね。そんなに広く？その縄張り争いで奴らの動きは活発になっている。ジュゲル州では現地の盗賊団を傘下に収めたという報告まで上がっている。自然と民の間で不安が広がり、王都でも噂が広がっているというのが現状だ。ずいぶん目立つ動きをしてるのね。私がいた頃とは大違いだわ。そのおかげで奴らの実態がつかみやすくなったけど、まあ不穏なことには変わりないね。国がウェルテックスやキョケアの錬金刀絡みの対応をしている裏で勢力を拡大しているようだが、月影の会が隙
き勝手にできるのもここまでだ。我が総力をもって月影の会を壊滅させる。月影の会を壊滅。ついにロマンも覚悟を決めたってわけね。ああ、奴らは暴れすぎたよ。寛容なことに定評がある私もこれは許せない。今後月影の会の大使には殿下が中心となって当たられることになる。ロマンさん本気なんですね。私も微力ながら助力します。ありがとうレスナー。同志ならきっとそう言ってくれると思っていたとも。と言っても殿下は前線に立つことはお控えください。しかしだねユナ。いや何でもない。危なかった。下手に反論したら長時間のお説教だ。月影の会か。カラスとの決着は近いよね。オリバー様、近頃会の内部で小競り合いが起こっているようです。お前が気にすることではない。それよりお前にふさわしい重大な任務を。お前にはジュゲル州への遠征を命じる。密林に生息する万能薬の元となる希少種の虫、一刻も早くそれを手に入れてこい。魔物も多く住む危険な土地だが、天才であるお前ならば何の問題もあるまい。はこの頃我らの動きを嗅ぎ回っている者たちもいるようだ。邪魔者は排除しろ、容赦はいらん。仰せのままに。ライザ先輩、ロロナ先輩、こんにちは。新しい依頼を受けに来ました。あ、レスナーいらっしゃい。今日はバレリアさんと一緒なんだ。イサナちゃんはどうしたの？ふっふっふー、今日から私がレスナの騎士になったのよ。え、どういうこと？まさかイサナと喧嘩したとか？違います、そうじゃなくて。もうバレリアってば。事情があってイサナちゃんはしばらく実家の手伝いに専念しているんです。その話をしたら、私が依頼に行くときはバレリアが同行してくれるって。ああ、なるほどね。新しい依頼を受けたいのならちょうど隣の州から来たやつがあるよ。ジュゲル州からの依頼なんだけどね。あ、ほら、これ。異常発生したコウモリ型の魔物退治ですか。密林に虫が異常発生したせいで、それを捕食する魔物も増えちゃったんだって。虫も異常発生してるんですか。うん、そういえばレスナって虫が苦手なんだっけ。はい、家に虫が出たらイザナちゃんを呼ぶことが多いですね。そういや前も大きな虫を見て悲鳴を上げてたわね。小さな虫や数匹程度ならどうにか頑張るんだけど、群れってなるとさすがに。でもレスナが行きたがってる果ての大陸にもたくさん虫がいるかもしれないし、これを機会に苦手を克服してみたらどうかしら。まあ無理にとは言わないけど。正論すぎる。苦手克服か。そうだ、私イザナちゃんに甘えてばかりじゃなくてもっと頑張ろうって決めたんだ。ライズ先輩、その依頼引き受けます。了解。それ
それじゃいつものようにお願いするね。頑張ってね、レスナちゃん。ジュゲル州は川魚とか美味しいのよね。っていうか、月影の会が縄張り広げてるところだっけ。うん、今回の依頼と関係ないとは思うけど。用心するに越したことはないわ。いつ何が起こるかなんて誰にもわからないんだから。確かにバレリアの言う通りかも。イザナちゃんもいないし、準備は入念にしないとね。協力してくれる人を探すのと、うんうん、あとはやっぱり虫になれる練習。いやー、うんうん。え、この辺りなら虫もたくさんいそうだよね。ジュゲル州に行く前に苦手を克服しなくちゃ。レスナ、やる気なのはいいけど本当に大丈夫なの？ここで慣れておかなきゃ密林なんて無理だもん。それに私頑張るって決めたから。気合十分じゃない。じゃ、あの茂みのあたりで探してみましょう。レスナ、よく見て、この子まるっとしてて可愛いわよ。無理だよ、どう見ても可愛くない。じゃあこっちのモサモサした毛虫とか。うん、思ってた以上に重症だわ。湿地帯に来たのがまずかったかしら。別の場所で再挑戦してみる？もう少しここで頑張ってみる。その息よ、それでこそ錬金術師。じゃあこっちの虫はどう？あ、それなら触れるかも。そーっと、そーっと。動いた。まあ生きてるから動くわよ、それは。じゃあこの小さな水玉の虫は？見た目は虫っぽくないね。これなら大丈夫。飛んだ、羽広げた、空に飛んだ。ああ、動かないで。レスナ、レスナの前髪にくっついてる。取ってバレリア、早く取って。はいはい、取れたわよ。ありがとう。ねえレスナ、今日はこれぐらいにして。あ、あそこにも虫がいる。よし、今度こそ触ってみせるんだから。こんなに頑張ってるのにやめろなんて言えないわよね。そもそも苦手を克服したらって言ったのは私だし。私の指先に虫が止まってる。すごいじゃないレスナ。もぞもぞ動いてる、登ってこないで。これはまだ先が長そうね。私はどこまでも付き合うわよ。それじゃ次行ってみましょう。やあ、お邪魔するよ。聞いたわよ、今度はジュゲル州に行くんですってね。ロマンさん、マリオさん、耳が早いですね。情報収集には自信があるもの。そこで相談なんだけど、私とリンカも同行させてもらえないかしら。お二人が来てくれるのならとっても心強いです。ね、バレリア。うん、大歓迎。でも急にどうしたの？実は私たちもロマンの調査に協力していてね。
月影の会の動向を調べるためにジュゲル州に向かうところだったのよ。なるほど、同じ目的地だったんですね。調査の結果、ジュゲル州の密林で月影の会が不穏な動きをしていることが分かったんだ。あそこには古代の宝が眠っているという噂もあるし、それを手に入れようとしているのかもしれない。古代の宝、もし見つけることができたら月影の会の資金源になりますね。ああ、奴らが手にする前に阻止したい。本来なら私が同行したかったんだが、今王都を離れるわけにはいかなくてね。ロマンはおとなしくウェルテックス戦の後始末を頑張ることね。はあ、分かっているさ。私の代わりと言ってはなんだが、ユナを連れて行ってもらえるかな。ユナさんが来てくれるんですか？すごいです。マリオンとリンカとユナ、うん、面白くなってきたじゃない。どこで月影の会と接触することになるかわからない以上、油断はできないものね。さて、リンカ、そろそろ準備はできたかしら？ユナも入っておいでよ。はい、失礼します。お呼びでしょうか、殿下。リンカさん、ユナさん、その格好どうしたんですか？変じゃないですか？いやー、二人並ぶと一層華があるね。よく似合っているよ、二人とも。ユナがいつもの鎧を着てないなんて、なんだか新鮮ね。今回は殿下の護衛ではなく月影の会との戦いだからな。それに密林は足場も悪いし障害物も多い。不測の事態に備えてすぐに動けるよう軽装を選んだんだ。そうね、それがいいと思うわ。そっちの方がカラスとも戦いやすそうだし。でも、ユナさん、本当にいいんですか？ロマンさんのそばを離れても。私がおそばにいない間、殿下は王宮を出ないと約束してくださった。はぁ、こんなに仕事が詰まっていなければ。そんなわけで、ロマンの犠牲の上に揃ったのが、この最高に可愛い二人ってわけ。じゃあ、お二人の衣装はマリオンさんが？私のは自分で用意したものだ。ユナのこの可愛い衣装を見て、リンカに着せることをひらめいたのよね。似た衣装を取り入れつつ、対照的な色を取り入れてみたの。確かに、例えるなら、ユナさんは青空、リンカさんは太陽って感じですね。なるほど、いい例えね。リンカさん、よくお似合いですよ。自分は必要ないと言ったのに。何言ってるのよ、こんなに可愛いのに。もっと楽しまないともったいないじゃない。可愛いか、何の迷いもなく口に出せるのだな。そういえば、武器もいつもと違うわね。ああ。ユナはいろんな武器を使えるんだよ。武芸百般ってね。今回は場所や相手を聞いてこの武器が良いと思った。直感ではあるが。直感わかる。大事よね。しかし、本当に残念だ。またしても旅に同行できないとは。何せジュゲル州はあの赤のほうき星が落ちた場所でもあるからね。あ、赤のほうき星、そういえばそうですね。赤のほうき星、
何それ。恵みのマナをもたらすほうき星とは違って最悪を呼ぶと言われる不吉な星なの。ジュゲル州はその赤い星が落ちた場所だって言われてて、書物にも載ってるの。ずっと昔の話だから詳しくはわからないんだけどね。へえ。しかしまあ、ユナに加えてマリオンまで一緒では四六時中説教が飛んできそうだ。今回は同行しなくて正解だったかもしれないね。私は王都でおとなしく留守番でもしているよ。ロマン、強がれば強がるほど虚しくなるわよ。泣いていいかい？仕事してください。そろそろ着く頃かしら。レスナ、心の準備はできてる？うん、大丈夫にも程があるよ。だってこんなに頼もしい仲間と一緒だもん。自分とバレリアが揃っているのですから、大船に乗った気持ちでいてください。リンカってば、友達ができて嬉しそうね。ん？あそこ、人が倒れてるわ。よし、これで怪我の方は応急処置できましたよ。いてててさて、どうして倒れてたのか話を聞かせてくれる？ちょっと同業者と内輪もめしてのされたんだよ。同業者か。こんな怪我を負わされるなんて、ずいぶん荒っぽいお仲間なのね。仲間なんかじゃねえよ。同じこの州の出っ手だけだ。俺も含めて全員寄せ集めの新入りだよ。新入りということは何かの組織に属しているのか？そんな質問に、まあいっか。月影の会だよ。月影の会？会の仲間同士で争いよ。お前さんたちみてえなジョーちゃんは知らねえだろうが、月影の会ってのはそういう場所なんだよ。それなりの額を上納すりゃ幹部になれるんだ。そんでみんな手柄を競って足を引っ張り合って。え？そんなことってあるの？まったくだよ。むちゃくちゃで割に合わねえってんだ。ってことで俺はもう抜けるわ。じゃあな。変ね。月影の会ってそんな考えなしの会じゃなかったんだけど、何かあったのかしら？バレリアがいた時の月影の会ってどんなだったの？少なくとも構成員同士の争い事はご法度だったわ。そんなことをしたらすぐにカラスが飛んでくる。カラス。強引なやり方ではあったけど、ちゃんと決まりがあって、月影の会なりの秩序があった。私やハイディみたいな訳ありの奴らも受け入れてくれたしね。前にロマンからも聞いたわ。月影の会は規律によって管理されていて、あまり目立つようなことはしない。だから国も黙認せざるを得ない。そのあたりは抜け目がないというか、うまくやってきたみたいね。だが今やそれも崩れた。何か事情があって方針が変わったのかしら？何があったのかは知らないけど、私たちの邪魔をするなら容赦しないんだから。というわけで、魔物が密林一帯に出るようになって、しかも日増しに数が増えちまってるんだ。今回のような被害はこれが初めてですか？いや、実は昔にも似たようなことがあったんだよ。害虫とそれを食べる魔物が異常に増えてしまって。でも今はそれよりさらに厄介な状況だ。魔物だけでなく怪しげな連中までうろついてる。怪しげな連中？ああ、
何を探してるのかは知らねえが、大勢で森の中に入っていくのを見たぜ。大勢で月影の会の奴らかしら。あと女の二人組もついさっき見かけたな。貯めようとしたんだがあっという間に行っちまった。依頼しておいてなんだけど、正直鳥獣を倒した騎士団くらいじゃないと手に負えないかもしれない。あら、じゃああなた運がいいわね。その鳥獣討伐隊にこのレスナも参加していたのよ。え、本当かい？はい。それにこっちのバレリアも同じく作戦に参加していたんです。イエイ。そうだったのか。そう言われれば君たちの仲間たちはみんな強そうな。お、うん、なんだろうか。もしかしてそっちにいるのは白夜の騎士のユナじゃないかい？白い鎧は着てないけれど。うん、やっぱり間違いない。竜退治の伝記は何度も読んだんだ。挿絵と瓜二つだよ。そんなすぐにわかるものなのね。ユナさんの伝記は人気ですし、ご本人も誰もが想像する騎士を体現したような方ですから。あのユナがいるなら百人力だ。魔物退治よろしく頼むよ。はい、粉骨再審頑張らせていただきます。前に来た時は虫から逃げてばっかりだったけど、今回は逃げるわけにはいかない。このために虫になれる特訓だってした。神道滅却、精神一等。よし、頑張るぞ。うんうん、その勢いですな。月影の会の話もあるし、いっそ気をつけて進まないと。レスナ、確かに警戒は必要だが、そんなに気を張っていては長くは持たないぞ。いざという時に力を発揮できるよう、うまく力の配分をしろ。はい。力の配分、なかなか難しいですね。私とレスナってなんだか正反対ね。え？私、やる時以外やらなすぎってみんなから言われるの。いつも頑張りすぎなレスナとは真逆じゃない？いっそ間を取ればいいのかな。結構難しそうだけど、お互い気をつけましょう。うん、バレリア、ありがとう。じゃあ改めて、いざ密林へ。何か来る。何者だ。リラ、なんだ、お前たちか。知り合いなのですか。はい、以前依頼を手伝っていただいたことがあって。失礼した。どうやら盗賊じゃなかったみたいね。ああ、知り合いの錬金術師の一行だ。リラの仲間？私はユリエ、トレジャーハンターよ。なるほど。ではお二人は旅先でたまたま一緒になったと。そう、たまたま目的地が同じだったの。目当てのものは違うけど。目的が違う分争うこともないんでな。一時的に行動を共にしていた。トレジャーハンターってことは、ユリエさんの目当てはやっぱり。ええ、この密林に眠るお宝を探しに来たの。お宝って何？まさかガブリと食べられるもの？万病に効く薬の元になるって言われてる虫。一応食べられるといえば食べられるかも。虫！食べたくないです。くっ
薬に煎じて飲むんだったら食べてるのと変わらないんじゃない？でも薬の素材に使える虫なんて取れたっけな。まあ見つからないなら見つからないで、それもまた一つの経験だから。私はもう少し森の奥まで行ってみるつもりだけど、あなたたちは？まずは入り口に近いところから探索するつもりです。大発生した魔物が森の外に出てもいけないですから。私もとりあえずこの近くを調べるつもりだ。そう、じゃあ、あなたたちの邪魔をするわけにもいかないし、私はもう行く。リラ、付き合ってくれてありがとう。ああ。お宝、見つかるといいですね。うん。じゃあね。そういえば、リラはなんでこの密林に？私はアンペルからの頼みでな。この辺りに。極夜の錬金刀が現れたという情報が入ったんだ。またあいつらが？一体何が目的なんでしょう？それを調べに来たんだ。今のところ成果はないがな。月影の会に加えて極夜の錬金刀も厄介の種が増えたわね。あのリラさん、よければ私たちと一緒に来ていただけませんか？お前たちと？錬金術師同士だからなのか、あの人たちとは行く先々でよくぶつかるんです。なるほど、お前を餌におびき寄せればいいということか。言い方はちょっと気になりますが、そういうことです。その代わり。わかった。戦いのことならば力になれるだろう。はい、よろしくお願いします。極夜の錬金刀か。また不安が一つ増えちゃったけど、さらに頼もしい仲間が加わってくれた。皆さんと一緒ならどんな敵が出てきても安心だね。遅い。やるじゃない、リンカ。私も負けてらんないわ。確かに数は多いが。はい。動きは単純、負けることはない。相変わらず皆さん本当にお強いです。その勇姿に感動を禁じ得ません。私ももっと皆さんくらいかっこよく戦えたらな。今よりさらに戦闘で活躍したいのですか？それなら基本的なところから始めましょう。あれ、リンカさん、聞いていたんですか？聞いていました。強くなる方法はいろいろありますが、やはりまずは筋力の強化が先決です。やっぱりまずはそこからですよね。私でも鍛えればリンカさんみたいに大きな武器を振り回せるようになるでしょうか？それは努力次第ですが、今試しに持ってみますか？え、じゃあ少しだけ。いや、おまっ、うわー。レスナ、大丈夫？ありがとう、プレリア。申し訳ありません、いきなり無茶でしたね。いえ、リンカさんのせいでは。やっぱりまだまだですね、私。レスナ、無理は良くないわ。人それぞれに適性があるんだし、あなたはあなたに合った努力をすればいいのよ。そりゃある程度は戦えた方がいいけど、錬金術ならあなたも大活躍するじゃない？マリオンさん、危ない、後ろに魔物が。もう人の話を
邪魔しないの。お見事です。確かに人によって適性はあるかもしれませんが、マリオンさんはお仕事もできる上にお強いんですね。マリオンは私よりも強いのですよ。リンカさんよりお強いんですか。なんでリンカがいい笑顔してるのよ。やっぱり憧れるな。文武両道、いつかは私も目指したいです。魔物の数少しは減ってきたかな。そうね、ただ怪しい連中の気配は。みんな待って、物音がするわ。今度は何？まさか虫？でも怖くない。こちらに近づいてくるようだ。そこの茂みです。みんな警戒を。お？あら、かわいい魔物ね。マリオン、近づいては危険です。いくらこの見た目でも。ああ、大丈夫ですよ、リンカさん。密林に住むこの種の魔物はとてもおとなしいんです。そうなのですか。一説によると、この辺りは餌が豊富なので競争が起こらず穏やかな気質になったとか。なるほど、確かに我々が近づいてもおとなしくしていますね。まったく、人騒がせなやつだ。かわいい。残念、出てきたのが極夜の錬金刀か月影の会だったらな。何言ってるのよ、こんなに可愛い子に会えるなんてすっごく幸運じゃない。ほら、撫でてあげるからおいで。本当に来たわ。ふわふわの毛並み。そういえばマリオンは可愛いものが好きなんだったわね。ええ、そうなの。とても人懐っこいのね。つぶらな瞳も癒される。連れて帰りたいわ。ふわふわ、なでなで、羨ましい。しかし今は任務中、白をまたう騎士がこんなことではいけない。あ、ユナの足元にもう一匹来ましたね。その子も可愛いじゃない。あなた、お友達を連れてきたの。野生を忘れたような懐きっぷりだな。どうしてはいけない。いくらスリスリと愛らしく頭をくっつけていても、なでなでするわけには。ユナさん、本当はユナさんも思いっきり可愛がりたいって苦しんでるんだろうな。待て、この先に複数の人の気配がある。いよいよね、月影の会か、それとも極夜の錬金刀か。いずれにせよ、ここからは最大限に警戒していこう。あれはカラス。すごい人数ね。どうする、戦う？まだこっちは気づかれてないわ。様子を探りましょう。どうだ。ここに集まったのは我ら毒蜘蛛団の中でも精鋭中の精鋭だ。必ずや手に入れてみせるさ。毒蜘蛛団、ジュゲル州最大勢力の盗賊団。そういえば月影の会が盗賊団を傘下に収めたっておっしゃってましたね。部外者をどんどん入れてるのね。あ、
でも顔見知りのやつも何人か紛れてるわ。手に入れるって聞こえたけど、何かをここで探してる？どうやら森の中に何匹かネズミが迷い込んでいるようだが、我らの敵ではない。わかりやすい脅しね。レスナ、大丈夫？うん。鳥獣との戦いに比べたら、これくらい全然平気。またお前たちか。マリオン。そうね。詳しいことは捕まえて吐かせましょうか。早速仕事だ。こいつらを制圧しろ。ああ、お前たち行くぞ。油断するな。了解。了解。行くぞ。はい。こちらは自分だ。数を生かして圧倒しろ。望むところ。な、何？制圧する。はひるむな。聞かないぞ。畳みかける。はー、承知。へぇー。うわー。二人ともご機嫌ね。こっちも踊れ。動きが早い。せめて援護を。も、我々がたった数人に全滅だと。くそ、こいつら何者なんだ。リンカもユナもやるわね。白をまとう者として当然だ。今は違うが。ユナだと。白、まさかあの竜退治の騎士ユナか。おお。あの伝説のユナ本人なのか。どうせなら正々堂々一騎打ちで戦ってみたかったぜ。ふっ、使えんやつらめ。あら、この顔ぶれに対抗しようというの？邪魔者は排除する。何をするつもりだ。いや、今は使う時ではない。任務が優先だ。逃げた。こっちだ。足跡が続いている。こんな分かりやすく痕跡を残すなんて珍しいわね。カラスも焦っているのかしら。追跡する。殿下の意向だ。奴らを放ってはおけない。いいな？わかりました。お供します。カラスのやつ、どこまで進んだのかしら。怪我もしているはずなのに。レスナ、大丈夫？すごい数の虫ね。撫でるために頑張ったけど、こんなにたくさんいるときつい。気をつけろ。こいつらは毒を持っている。毒？生命活動に芳しくない影響を与えるという。
落ち着いてですな。それにしてもカラスはこんな中を突き進んだのね。やるわね。このまま進むのは厳しそうね。何か対策を立てないと。あら、あなたたち。ユリエさん、あなたたちもこの先に行こうとしてたの？そうなの。でも虫が邪魔で進めなくて。実は私も同じ。だから別の経路から進もうと思って引き返してきたの。あなたたちも遠回りした方がいいんじゃない？いや、実は我々は人を追っていてな。痕跡を見失うわけにはいかないのだ。なるほど。一応虫除けになる薬なら持ってる。分けてあげましょうか。いいんですか？聞くけど、すごい大群だと少し効き目が弱いかもしれない。いいえ、強烈至極に存じます。このままでは効き目が弱くても効力を増幅させる工夫があれば。ユリエさんから教えてもらった虫除け薬の素材はこれで全部揃ったかな。そのままだと効き目が足りないかもって話だったけど、どうするの？これ、もともとは人の肌に塗って使う薬なんだけど、霧状に噴射できるようにして広範囲に薬をまけるようにするんだ。へえ、なるほど。これで邪魔な虫たちは一斉検挙、一網打尽。あとは調合するのみ。よーし、頑張るぞ。レスナってば、あんなに虫が嫌いなのに逃げずに立ち向かって偉いわよね。ええ、積極的に苦手を克服しようとする姿勢は自分も見習わなければ。せっかくだし、待ってる間私も何か苦手克服に挑戦してみようかしら。リンカも一緒にどう？苦手克服の会。なるほど、それは名案です。では自分は書類仕事をやってみようかと。私は掃除でもしてみようかしら。くー、偉い。我ながら偉いわ、バレリア。お掃除終わり。あー、やりきった時のこの心地よい疲労感。自分も今日の報告書を書き終わりました。思っていたより簡単だったわね。イエイ。これのどこが簡単だったのかしら。うひょ、マリオン。床は水浸しで荷物はぐちゃぐちゃ、書類も間違いだらけじゃない。あなたたちは何もしないでそこでおとなしくしてなさい。もう、まったく、かえって仕事が増えたわよ。すみません、マリオン。苦手克服の会は解散ね。ユナさん。ん？何だろうか。密林で魔物の子供に遭遇した時、本当は可愛がりたいのを我慢してました。なぜそれを。ユナさん、ずっと目で追ってましたから。シュネール州の依頼の時もそうでしたけど、やっぱり可愛いものがお好きなんですね。他の者たちには言わないでくれ。みんなの前では我慢しなくてもいいんじゃないですか。いや、たとえ仲間の前であっても白夜の騎士として隙を見せるわけにはいかない。
私は外で待っている。薬ができたら教えてくれ。ユナさん、私たちの前ではありのままのユナさんでいてくれたらいいのにな。ユナと何話してたの？パレリア。なんでもないよ。もしかしてユナが可愛いものが好きって話？聞こえてたんだ。聞いたらまずかった？まあ本人は秘密にしたいみたい。確かに意外ではあるけど、別に隠すほどのことじゃないわよね。私もそう思う。でも白夜の騎士なりの葛藤もあるのかなって。そっか、ユナもいろいろ悩んでるのね。あのリラの鍵爪での戦い方、実に見事ですね。リンカこそ見事な体験さばきだ。細身の体でよく使いこなしている。ありがとうございます。それから、どう話したものか。まだ何かあるのか？いえ、大したことではないのですが。そうか。では、私は少し先の様子を見てくる。はい。お気をつけて。はあ、またうまく言えなかった。ねえ、何の話してたの？以前、友達を作るという任務を受けているという話はしましたよね。ああ、今度はリラと友達になろうとしてたのね。はい。でも、バレリアの時みたいになかなか自分から言えなくて。そんなに難しく考えなくても大丈夫よ。私、リンカに友達になりたいって言われて嬉しかったもん。本当ですか？バレリアがそう言うのなら、もう一度挑戦してみます。よく言ったわ。それでこそリンカ。頑張って。見守ってるからさ。はい！ありがとうございます！リラー、待ってください！実は、あなたにお願いがあるんです。お願い？言ってみろ。自分と友達になってもらえませんか？いや、その必要はない。瞬殺！リンカ、落ち着いて。息を吸う時間に対して2倍かけて息を吐くのよ。もうすでに戦友なのだから、改めて友になる必要はないはずだ。戦友。はい、そうですね。共に戦った仲間ですから。ああ、これからもよろしく頼むぞ。はあ、ほっとした。よかったわね、リンカ。はい、また一つ任務達成です。じゃあ、こっちの任務にも集中できるわね。ここから先は今以上に気を引き締めてちょうだい。この奥には月影の会だけじゃなく、極夜の錬金刀もいるはずだから。はい、行きましょう皆さん。そこだ。片付いたな。お見事です。お二人ともさすがですね。さすがすぎてずるいぐらい。特にユナは動きも振る舞いも完璧です。何か一つくらい欠点はないのでしょうか？王族を守護する白夜の騎士に弱点があってはならない。自分の未熟さのせいで殿下の身を危険にさらせないからな。
かにも騎士らしいというか、ユナらしいわ。リラはなんかないの？可愛い弱点。いや、私は。リラは、そうね。世間の常識からちょっとずれてるところがあるかもね。え？そうなんですか？探索中も目についたものがあれば、食べられるとか毒があるとか、そんな話ばかりよ。さっきだって、あの虫は毒があるけど、やり方次第で食べられるなんて言って。虫をそのまま食べるんですか？ああ、必要があればな。おかしいか？いえ、頼もしいと思います。なるほど、虫か。自分も虫を食べればリラのような強さを。リンカ、あなたも結構ずれてるわよ。知ってたけど。え？自分もですか？戦いには関係のない欠点だし、可愛いもんじゃない。何かいるみたいだけど、この感じは。あら、さっきのイタチみたいな子たちじゃない。私たちの後をついてきたんでしょうか。この子たちは特に好奇心旺盛みたいですね。そんなところも可愛いじゃない。よしよし、そっちの子はレスナに撫でてほしそうよ。撫で撫で。あ、気持ちよさそうな顔です。私、撫でるのはイザナちゃんで慣れてますから。あー、本当にこのまま連れ帰っちゃおうかしら。可愛いものを毎日めでる生活。うん、いいわね。む、マリオン、自分だって今は可愛いはずです。ほら、マリオンがこだわって選んだ装いですよ。あ、リンカが急に対抗しだした。リンカも可愛いわよ。でもこのふわふわは格別なのよね。むむむ、確かにずっと撫でていたくなる心地よさ。何より愛らしいこの仕草が。あ、ユナさん、撫でたいのを我慢してるんだ。震える拳から観音神化がにじみ出ている。お前たち、ほのぼのするのはそこまでだ。魔物の気配がするぞ。いつの間に。こっちにまっすぐ向かってきてるわよ。どうしよう、このままじゃこの子たちが巻き込まれちゃうかも。それならば先手必勝。こちらから一気呵成に攻め立てる。行くぞ。あいつ妙に張り切っているな。そのとにかく私たちも援護しましょう。よし、敵はすべて殲滅した。さすがユナ、キレッキレの動きだったわね。本当に鬼人のごとき働きで。あの子たちが。ユナの足元をくるくる回ってるわ。魔物から守ってくれたお礼を言いたいのかしら。あの、ユナさん、その子たち、撫でてみませんか？え？だってユナさん、この子たちを可愛いって思ってますよね。それは、ああ、そうだ。私はこの小さい生き物たちを可愛いと思っている。可愛いものが好きだ。ユナ？
武術を徹底的に鍛え、故郷を焼いた竜を倒した。王宮に仕えるようになり、皆に慕ってもらった。そして白夜の騎士となり、王族からも期待されるようになった。民も、戦う相手も、私を知っている。そんな私が、可愛いものをめでて油断した姿を晒すことは、決してできない。ユナさん？私はいい。いつ極夜の錬金刀の者が現れるかわからない状況だ。常に警戒を。今は、周囲に人や魔物の気配はないぞ。動物を少し撫でるくらい、構わないと思うが。撫でないのですか？ユナの視線はずっとこの動物に釘付けですし、マリオンと同じものを感じますが。ユナも、この子たちを撫でたいのよね。撫でちゃいなよ。いや、私は。いいのよ。この可愛さには、誰も抗えないわよね。皆さんも、こう言っていることですし。さあ、撫で撫でしてあげてください。ダメだ！私は王国から白夜の騎士の称号を頂戴している。いついかなる時も隙を見せてはならないのだ。ユナさん。私は常に己を律しなければならない。それが騎士というものだと私は思っている。確かにユナさんは誰もが憧れる騎士の中の騎士です。だけど、力の配分が大事だと、私に教えてくれたのは、ユナさんですよ。レスナ。そうよ。任務の合間に、ほんの少し動物を可愛がるくらい、全然いいじゃない。ユナはちゃんと騎士の役目を果たしてるもの。やるときはやる。それでいいんじゃない？しかし。ユナ、あなた、ちょっと私と似てるわね。え？私も仕事と私生活の切り離しが苦手というか、よく部下に働きすぎだって言われるのよね。だからこそ言わせて。やっぱり、息抜きって大事よ。ずっと張り詰めていたら、身も心も疲弊しちゃうわ。それに、生き物をめでることが、弱さにつながるとは思わないしな。そうそう。ユナは大げさに考えすぎよ。あまりに真面目すぎるっていうか。敵の気配もない今が絶好の機会です。さあ、撫でましょう、ユナ。しかし。何も、全員の前で息抜きしろって言っているわけじゃありません。ただ、私たちはもう仲間じゃないですか。仲間の前なら、少しぐらいはいいと思いますよ。仲間。ありがとう。私は頑なになっていたようだ。ユナさん。では、今から少しだけ撫でるとしよう。よし、よし。あ、今この子たち嬉しそうだったわよね。ユナの優しい手つきにうっとりしているようです。よし、よし。撫で、撫で。よかったですね、ユナさん。ようやくこの子たちを撫でることが。なんて。あれ、ユナさん。もう、なんて可愛いの、モフモフ。
もっとこっちにおいで。ああ、小さい愛よ。花も可愛い。ツンツン。どうしたの？ちょっと触りすぎた？ごめんね、仲良くしようね。なんと幸せそうな顔。こっちまで嬉しくなっちゃいます。ええ、ユナって私に負けないくらい可愛いもの好きだったのね。なんとなくさっきから様子が変だと思っていたが、これほどの欲求を隠していたのか。なんてこんなに可愛いの。よしよし、可愛いね、本当に。かすかに鳴き声が聞こえます。その子たちの仲間が呼んでいるのでしょうか。そっか、もうお家に帰る時間か。元気でね、仲間と仲良く暮らすのよ。バイバイ、気をつけてね。はぁ、行っちゃった。後ろ姿まで可愛かったな。ユナさん、バッチリ満喫されてましたね。撫でたいのをずっと我慢してましたもんね。いや、その、これは。あの子たちも可愛かったけど、メロメロになってるユナが可愛かったわ。わかるわ。あの子たちも可愛い、ユナも可愛い。一度で二度美味しいって感じかしら。ユナ、顔が、いえ、首や耳まで真っ赤です。不覚だ。いくら息抜きとはいえ、ここまで我を忘れて可愛がってしまうなんて。いいじゃないですか、ユナさんの素敵な姿が見られて私たちは嬉しいですよ。何事も配分が大事だと改めて分かった。あまりに抑圧すると解放するときに加減が効かなくなるようだ。締めるところは締める、息抜きもしっかりする。私の今後の課題だな。まとめ方も真面目ね。でも言ってることは私たちにとってもそうね、レスナ。うん、やりすぎずやらなすぎず、少しずつ身につけていこう。みんな気をつけろ。はい、力の配分には十分に気をつけて。そっちではなく魔物の気配だ。すぐに来るぞ。バレリアは右、リラは左、リンカは私と共に来い。了解。マリオンとレスナは援護を頼む。なんて切り替えの速さ。これが達人の域なのね。んじゃ私も。よし、一匹倒したわ。食材でないのが恨めしいですね。もう、リンカってば緊張感が足りないわよ。カラスがどこで待ち伏せしているかもわからないし、極夜の錬金刀の奴らも見つかっていないしな。ユナさん、どうかしました？この先でカラスの痕跡が途切れている。警戒した方が良さそうだ。どこからでもかかってきなさいって。え、密林を抜けちゃったわよ。この景色は、これは密林の中にこのような場所があったとは。誰かいるぞ。バレリア、あの少女は確か雪山で戦った極夜の錬金刀の。リラの情報は確かだったようだな。確かアンチュって名前だったわね。じゃあもう一人も錬金術師。おそらく仲間だろうな。
帰らない。とっくに予定時間は過ぎていると思うんだけど。もう少し待ってください、アンチュ。バレた、邪魔者が来た。研究の邪魔が一組、いいや二組です。あなたたちは。極夜の錬金刀ワルターマンと申します。はじめまして、レスナ・シュテルネン・リヒトさん。当院が何度か世話になっているでしょう。名前くらいは知っていますよ。そうですか。はじめまして。あなたたちはどうしてこの場所に？この場所がかつて赤のほうき星が落ちた場所だからです。赤のほうき星の、ここがその場所だったんですね。まんまと誘導に乗ってくれたな。お前たちは潰し合うといい。目的のものは手に入れた。かつてこの地は白きほうき星の恵みを受けていた。え？天より与えられる恵みの雨により、文明は隆盛し栄華を極めたという。しかし白きほうき星は赤く変身し、様々な災厄をもたらした。だが9人の偉人の奇跡によって世界は救われた。その後9偉人は遥か果ての大陸で長き眠りについた。彼らの奇跡の源は今もなおかの地に残されているという。それは遥か昔から伝わる伝承の一部だよ。私は本で読んだことがあって。あなたとの会話は話が早そうで、こちらとしては助かりますね。私はその赤のほうき星の痕跡を調査しているのです。邪魔をしないでもらいたい。そうはいかない。お前たちに盗まれたウェルテックスの屍の剣も聞き出さねばならない。だから早く帰ろうって言ったのに、めんどくさい。仕方ないですね。では手早く片付けた後に研究に戻るという方針に移行します。めんどくさいよね。え？愚痴る前に片付けた方がいい？確かにその通りね。で、投降するならここで矛を収めてもいい。随分と偉そう。ワルタ、ちょっと本気出していいよね。とことんやるべき場面かどうか。さて、こちらも無用な戦いは避けたいところなのよね。おとなしく話を聞かせてくれたらありがたいのだけど。な、何を？これは魔物を呼び寄せる性質を持っていましてね。極夜の錬金刀はこういった技術に長けているのです。でっかい魔物ね。この一帯で異常発生している魔物の女王ですね。油断しないことをお勧めします。そうか、
女王がいる種類の魔物だったか。倒さなければこの一帯の魔物の発生は止まらないことでしょうね。それ本当なの？そういう類の魔物がいることは確かだ。あいつが群れの女王ならばここにいる限り魔物を生み出し続ける。私たちはこれにて失礼します。やるべきことは山積みだ。あの魔物趣味悪いね。待ちなさい！パレリア、今は追いかけてる場合じゃないよ。見たいね。やるぞ。はい。はあ。これで一安心ですね。そうでもないみたいよ。わお、すごい数の魔物が集まってきてるじゃない。女王が倒されて怒り狂った魔物たちか。少し厄介だな。だが倒すしかあるまい。それにしても多いわね。でも全部倒さないと。ハンマー！イザナちゃん！お父さんの怪我だいぶ良くなってやっと手が空いたんだ。腕は鈍ってないようだな、イザナ。リラさんがいるならなおさら頑張らないとね。相棒、全力出しすぎて息切れしてない？ハイディ、ランチェとフロッケまで。公開訓練も一段落ついたんでな。とにかくこいつらを倒してとっとと帰ろうぜ。そうね。あと私ちゃんと配分を考えて頑張ってたんだから。バレリアさんも皆さんも傷だらけですよ。後でしっかり治療しましょうね。それじゃあと一頑張りだ。よーし、いっけー。みんながいると心強いね。うん、やっぱり頼りになるわ。はあ！お疲れ、レスナちゃん。そして久しぶり。うん、ありがとう、イザナちゃん。これで依頼の内容も果たせた。月影の会の動きもある程度抑止できた。カラスを取り逃がしたのは残念ではあるが。ま、守備としては上出来でしょう。極への錬金刀の狙いもいくつかはつかめたしな。はい。赤のほうき星に九維陣の伝承。極夜の錬金刀はこの星の古代史にちなむ何を調べて何をしようとしているんだろう。私ももう一度調べてみよう。これが王国の貯蔵していた希少金属ね。返せ。それは我が国のものだ。まだ口の聞ける者がいたのね。その頑強さ誇っていいわ。殺しはしない。私が倒すべき相手はあなたたちではないのだから。けれど私が力を得るためにこの砦にある素材はいただいていくわ。ではさらば。
クリセルダ、例の場所に使えるものはありませんでしたよ。それは残念ね。赤のほうき星が落ちた場所は完全なる無の景色。私も期待していたんですがね。石の一つも持ち帰れませんでしたよ。そう。ならば従来通りの計画で進めましょう。すべては、渇望を満たすために。ああ、レスター、王宮でも君の話題で持ちきりだよ。そんなに噂になってるんですか？ああ、ジュゲル州の問題を解決に導いたばかりか、月影の会の傘下に入っていた盗賊団を壊滅。さらに、極夜の錬金刀の新たな情報まで掴んできたんだ。踏みすぎですよ、ロマンさん。それに、問題を解決できたのは私だけの力ではありません。みんなの力と思いがあったから解決へと導くことができたんです。ああ、もちろん。それはわかっているよ。でもね、レスナ、私の耳には錬金術師レスナの名がひときわ大きく届いているんだ。この国には錬金術の進化を知る者は少なかった。だけど今までの働きのおかげで錬金術に対する期待も評価もさらに高まっている。だからこそ君には知っていてほしい。君の評判が上がれば上がるほど、それを利用するよからぬ人間が出てくるだろうこと。十分に注意してほしい。君と君の錬金術を守るためにも。ロマンさん、はい、わかりました。ジュゲル州の問題が解決したからって安心してもいられない。月影の会、極夜の錬金刀、いつまたあの人たちと戦いになるかわからないんだから。そうだ、赤のほうき星の痕跡も見たんだろ。ぜひ君の感想を聞かせてくれたまえ、同志。はい、同志。オリバー様、こちらがご所望の品です。よくやった。これでわしの病も治すことができる。はいや、あの錬金術師さえいれば、この煩わしい病だけでなく若返ることすら可能かもしれない。オリバー様。カラスよ、次の任務だ。錬金術師レスナを捕らえてこい。どんな手を使ってでもわしの前に連れてくるのだ。はっ、オリバー様のご命令とあらば必ず。天才のお前ならば成し遂げよう。頼んだぞ、カラス。